さんです。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。自然の植物を育てるっていうね、総合芸術。やっとアクアリウム行けますね。そうなのよ。そう、今日は楽しみでね、ちょっとあいにくの雨だけど、晴れおかまっていう噂だったけどちょっと違ったみたいでね。でも今日はアクアリウムでようやくあのもうもんもんして自分で考えてることいっぱいあったけど、今日はもうその店長さんに聞いてさ、あのすっきりしたりしたいと思います。もう妄想が膨らんで膨らんで、私あの大変なことになってる。なんでアクアリウム始めようと思ったんですか？アクアリウムはもう結構前からやりたかったんだけど、どうからやっていいのかなっていうのもあったし、まあ元々そういう熱帯魚とかも好きだったんだけど、まあ、こうあのそういうよくああいう写真とかで見て、これどうやって作るんだろうみたいな、湿地帯だったりさ、ジャングルだったりさ、ああいうのをこの水槽の中に作り込むっていう、あのすごい興味があった。あのオタク要素があるよね。あ、うん、オタク大好きだから、私もう明るいオタクになりますわ、うん、なんかあのアクアリウム結構花に近いというか。そうね、やっぱりちょっと魚はね、ぶっちゃけあのちょっとどうでもいいわみたいな私の中では。あ、で、あの植物の中の飾りとして魚がいるのはいいんだけれども、うん、もう何だろうか、なんか魚メインじゃなくて、そう、水草繊維メインの水槽を作りたいなと思ってる。 あれは大変だと思う。ちょっと小耳挟んだんだけど、私はもう頭の中でほら妄想が進んで、もう1年後にはコンテストで優勝するみたいな感じになってるんだけど、言ってましたね、うん、なんかいろいろな話を伺うと、はい、なんか7年8年かかるっていう噂も聞いてちょっと甘くないぞと。7年8年は私もう何のことかわからなくなってる気がするから、水槽が、はい、ちょっと一回、まあそこまではねあれかもしれないけど、まあちょっと1年を目安に、1年の今頃はまあすごいこう完璧なあの水槽ができてる体でやりたいと思います。完成しないのがアクアリウムじゃないですか、逆に。なるほど、深いねいや、そうね、あ、ずっと進んでるみたいな。あー、なるほど、なるほど、なるほど。多分同じ状況にないじゃないですか、その植物。あー、育つからね。うん、だからその1年後の今にはもうある程度今こんなことがやりたいってことがこう出来上がってるみたいな。うん、であとはもうね、伸びたりとか、もうちょっと変えようかなとかあるかもしれないけど、うん、そのイメージに向かって私は突き進んでいきたいね。どんなのを作ろうと思ってるんですか？いやなんかね、まあ後で言うんだけど、まあちょっとね、なんて言ったら、まあ本当苔的な、じゃあ後でちょっとそこら辺を詳しく聞かせてもらいます。楽しみです、本当に楽しみ。どうしよう、ワクワクです。はい、到着いたしました。こちらのアクアレビューさん、結構なんかアクアリウムの方では結構あの有名な方みたいで、ちょっと早速お邪魔して、もう外観からだってこんなさ流木とかって明らかに違うよね。すごいですよね。うん、ちょっと楽しみ、ワクワクしちゃってしょうがないんだけど、お邪魔します。お邪魔します、よろしくお願いします。こんにちは。はい、それでは社長さんです、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。アクアリビューの代表の岸下と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。もうちょっとワクワクしながら来てしまいましたけれども、社長さんはどれぐらいやってらっしゃるんですか？そうですね、まあ、このアクアリウムの世界に飛び込んだのが、はい、もう25年ぐらいになりますかね。はい、はい、まあ、お店を開いて、こちらで12年目を迎えております。はい、どっちかというとお魚よりもこういう水草的な、こういうのをアクアリウムっていうんですか？そうですね、まあ、世間一般的には、うん、全般にアクアリウムってすごく幅が広いんですね。例えば、はいはい、金魚、身近なもので言うと金魚、うん、メダカも含めてアクアリウム、うん、アクアリウム。あ、で今ご覧いただいた、うんうん、こちらの水草を主体とした形のものは、うん、ネイチャーアクアリウムっていうスタイルなんですよ。へえ、ネイチャーアクアリウム。そうなんですよ、まあ、直訳すると自然水槽と言われるようなもので、まあ、今言われたように水草が一見主体に見えるんですけど、むしろ本当は魚が主役なんですよ。え、どういうことですか？要するにですね、自然の生態系を
この水槽の中に再現するっていうスタイルなんですよ。なるほど、わ、はい、かりますかね。わかります、もう私が求めていた感じがここにあります。あ、そうです、はい、なんか、よかった。私も結構あの熱帯魚前から好きで、いろいろこう飼ったことあるんですけど、本当にこうお魚がいろんな種類いるってわーかわいいっていう感じじゃないですか。いや、私は確かにそうじゃなくて本当にこうね、流木があって、そうですね、その時お魚が本当にもう本当こうなんか5、6匹でいいんですよね。そうなんです。ちょっとこう、あ、よくご存知ですね。でもおしゃれと思って本当にもうワクワクして、そう言っていただけと私もすごく、いや本当にまあ、もともとこういうことがお好きだったんですか。そうですね、もともとこういったものは好きではあったんですけど、うん、本格的に、まあ、取り組んでいったのはこのネイチャーアクアリウムというスタイルを確立提唱されていた天野隆さんの影響を受けたんですね。ご存知です。有名な。そうなんですよ、はいはいはい、自然のね、そういった生態系をこの水槽の中に再現するというスタイルのネイチャーアクアリウムをもう天野さんが確立されたんですね。なるほど。で、世界中にその天野さんのスタイルを、憧れて、趣味としてね始められる方が多くて、はいはい、はい、もうブランドですよね。そうなんですよ。うん、私もなんか見たことあります、もう本当におっしゃる通りブランド、すごい、はい、本当にね、こんなことできるんだってことがね。そうなんですよ、それなんですよ。ましてやね、本当に水槽の中っていう閉鎖的な空間の中にこういった生き物と自然の植物を育てるっていうね、総合芸術的なものなんです。本当に素晴らしい、はい、社長、私もね、昼間何気にこんな風に見えますけども花屋やってるんですよ。成果をやってまして、はいはい、でまあ花に強調するって形は違いますけども、またこういうちょっと本当にグリーンだけども素晴らしくて、私は今回はもう壮大なテーマを持ってまいりましたので。そうなんですか、はい、よろしくお願いいたします。すごい壮大なテーマって、ちょっと聞いてもらって、もっと聞いちゃって、ちょっと聞いちゃいました。勝手にテンション上がってるだけなんで、はい、でもまあすごく情熱が、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、こちらこそ、はい、あ、これね、うん、そうなんです。こうやって入って、そうなんです。これが勝手に上がってきて、こうなる。かわいい、かわいい。で、ああいうのとかもつくつく出てくるんですよ、これ。これね、この自然に。な、あ、かわいい。それがかわいい。これこれ花探したりとか。あ、かわいい。これがいいよね、この自然のそこの、そうそうそう、飼ってるところがかわいいのよ。ちなみにこれがうちのこの部分です。ああ、本当だ、本当だ。え、何これ、社長のところの本じゃなくて、これだからこれ雑誌に載ったの。そうそう、雑誌で、これは一応専門誌で、有名な専門誌でアクアプランツっていう、まあ、アクアライフっていう会、雑誌の別冊で、毎年年に1回しか出ないんですよ、はいはい、でちなみにこれは日本と韓国で発売されてる。すごい、社長、うちね、2回表紙飾ってるんですよ。社長、私気軽に社長社長言ってるけど、めちゃめちゃすごい人なんですね。そうなんですよ、私この業界ではすごい人なんです。いや、すごい人だ。ういうじゃ、いや、でも本当に可愛い、こういうの。はい、社長、このはい、このお花すごい可愛いんですけど、これはこういう、あ、そうですね、これはね、水上になってくるとこういうのがつけるんで、ただまあ基本的にはこれはもうちょっと早く切っちゃうんですけどね、ソーシャルフェザーダスターっていうその水草なんですけど、ね、あ、これはずっとこうじゃないですよね。あ、そうです、もう切っちゃう、切っちゃう、あ、切っちゃう、もう切っちゃう、またはあの出ない、まあこれは水上に出た時はこういう風になりますよって感じです。あ、で、やってるんだ。で、水草っていうのは、うん、まあ要するに水上、いわゆる水上ね、これ水上、水の上の形と水の中の形っていうのは基本的に違うんですよ。だから通常水の中に入ってるものが水上に出てくると変わっちゃうんですね。はい、かわいい、この花がかわいいと思っちゃう。そうですね、まあ、これも自然の一つかなっていう。何種類ぐらいあるんですか、水草の種類が。あ、ただ500種類ぐらい以上はもっとあるかな、200種類って。で、苔とかも最初は巻くんですね。そうですね、まあ、巻いたりもしますし、挟んだりとか。あ、でも自然につくのか。そうですね、もうあとはもう植物任せ。このね、自然感っていうのがまあやっぱり萌えの一つですよね。本当にこれを、このまんま売ってるならあれだけどね。これがもう時間をかけてこう自然につく様なんで。かわいい。これはもうこういう形のところっていうのは人の手を介してできるものじゃないんで。そうなのよ、ね、そこがまたね、いい伸びてくっつけるわけにいかないですよね。勝手にこう出てきて勝手にくっついてくる。なんかもう自然にこうくっついてますもんね。そうなんですよ。かわいいわ。
これはまたセンスもいりますね、芸術的な。そうですね、やっぱりあのキャンパスの絵を描くのと一緒で、基本的なルールみたいなのもあるんですね、水槽をこうレイアウトを作る。例えばよく、まあ、その先ほど天野さんのお話をさせていただく、まあ、天野さん自体はカメラマンでもあるんで、カメラを、まあ、物を被写体を撮る時の構図とかってよく一般的に言われるようなところを水槽内にこう芸術として盛り込む形を構図として構築してるんですよ、はい、だからある意味さっき言ったような漠然とじゃなくて、やっぱりこうある程度イメージングが大事なんですよ、はい、だからですね、最初水槽できた時に、はい、まあ水槽ありますと、はい、じゃあ私はその中にこういうものを作っていきたいっていうある程度こうデッサンとかイメージを作って、じゃあそれに対して何がいるかってことをやっていかないといけないですね。それが一番早いと思います。わかりました、はい、できるかなドキドキしてきちゃう。でも花は生けるのと同じ感覚ですね。おっしゃる通り、そうです、生け花と思っていただくとか、例えばガーデニングって思っていただくとかね、はい、でさっき言ったようにこのネイチャーアクアリウムっていうものは総合芸術って言われる上は、今言ったようなテイストがさまざまなテイストが盛り込まれてるんですね。かつその園芸であったりとかっていう知識もいるし、あとはその生態をこう管理するね、動物を飼育するペットと触れ合うみたいなところも含めた総合芸術っていうところなんで、アートであり、そうなんですよ、その命を育ててるっていう、で植物でっていう、またほら自分もあのそれで癒されたりとか、そうなんです、もうあらゆる意味で、そうなんです、総合芸術って言われる、今ベストな総合芸術でございます。これからネイチャーアカデミーイコール総合芸術。わかりました。社長、あの岡間会のネイチャーアクアリストになれますかね。私大丈夫、第一人者になります。わかりました、私岡間会のアクアネイチャーリスト第一人者になって頑張ります。ただちょっと病んでる人たちも本当に癒されましょうよ。はいはい、ぜひぜひ。社長、これからもよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございます。これください、はいはい、で社長、伺いにまた参ります。結構です、はい、来年の今頃はもう私雑誌によって、バラ色ですよ、この辺にあのバラが、ありがとうございます。キラキラ